関係ない、もうそんなことない、あのおじさんの言ったことはそうだ、とかない、やつを楽しんでるだけだとは思ってるかもしれないですけどね、違うんですよ。10年後、20年後同じ状態が続いてみてください。例えば12日の放送だって4万5千人集まったんでしょ。主催者発表で4万5千人集まったって報道しましたよね。直に見た人は3千人から4千人ぐらいじゃないかっていうふうに言いますよね。じゃあおかけしましょう。じゃあどちらが当たってますか。目の前で見た人と新聞テレビで報道してる4万5千人とどこが本当なんですか。でナチスドイツというやり方はテレビ新聞報道が連日連夜4万5千人集まったんだ、4万5千人集まったんだ、そしたらそれを目で見てない人はね、4万5千人集まったと思うんですよ。それがナチスドイツのやり方と一緒って点ですよ。嘘も放っとくと真実になるんですよ。綺麗人材が先輩のことを覚えてたんですけども、あると全く同じやり方なんですよ。小さな嘘なんですよ。最初は綺麗人は風邪ひきだからね、よく風邪ひくから近づくと風邪をひく、だからドイツ人はユダヤ人に近づかないでくださいっていう、ちょっとした嘘の情報ですよ。これが大発展してユダヤ人とに接触すると奇病にかかる、ユダヤ人と接触すると奇病にかかる、そんな嘘を連日連夜全ての報道機関が放送するとどうなりましたか。ユダヤ人の方々はどうなりましたか。大量虐殺が起こったじゃないですか。沖縄が今その始まりなんですよ。今始まりなんですよ。無視するのは簡単ですよ。あなた方無視するのは簡単です。だけどもそういって情報封鎖に行ったときにどういうことが起こるか、異論を述べてもお前はユダヤ人だろ、ユダヤ人だろと投獄されるんです。ユダヤ人を擁護する人、タイにもユダヤ人を擁護する方々は同じように牢屋に入れられ、そういうことじゃないですか。あなた方もいずれは同じ目に遭うということをお伝えしているんですよ。